はい、それでは混ぜ合わせます。こんにちは、プリスキル TV JPN です。いつもご覧いただき本当にありがとうございます。今日はオートミールのクッキーを作ります。材料です。オーツ1カップ、小麦粉 50g、 シナモン、ナツメグ、オールスパイス、タイム、いずれも適宜です。グレープシードオイル 50ml、 蜂蜜大さじ1、砂糖大さじ2、くるみ 20g、 レーズン 20g です。撮影は倍の材料で作っています。オーツです。小麦粉です。シナモンです。オールスパイスです。ナツメグです。タイムです。香辛料はお好みで入れてください。混ぜ合わせます。グレープシードオイルです。蜂蜜大さじ1杯です。お砂糖です。お好みのお砂糖をお使いください。混ぜ合わせます。それでは混ぜ合わせます。これはローストしてあるくるみです。ざっくり切ります。グラム数書いてますけれども、目安です。こんな感じでバサバサボロボロですけれども、粉っぽさがなくなったら OK です。天板の上にクッキングシートを敷いてあります。180度に予熱したオーブンで約20分焼きます。焼き上がりました。崩れやすいのでこのまま天板に置いたまま冷まします。冷めて固まったので食べてみます。
分厚く作ったので思ったよりしっとりしています。うん、おいしい。とってもヘルシーなクッキーです。簡単だから作ってみてね。最後までご覧いただき嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。どうぞおいしい素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。